サワディカップ、ゴーカップ。海外、タイ、バンコクで盲腸になった場合はどうなっていくのかということを説明したいと思います。つい先週ですね、僕がいつもお世話になっている社長さんがなんと盲腸になってしまいました。実はこの方ですね、飛行機に乗って関空に行く予定だったんですが、僕はもうてっきり飛行機に乗ってると思ってですね、あ、そろそろもうバンコク離れるんだなと思っていたらこんな LINE が来ました。ということで朝の便だったんですが、もう朝の時点でサミティベートに向かわれたということでした。僕も急いで向かいました。 MRT を取って診察をして、これから手術までの時間、ご自身の部屋に行かれるということで向かうところで合流しました。僕はタイに来てから1回も手術、事故にも遭ったことないんですが、この診察およびこの手術がですね、どれぐらいの金額がかかるかすごく興味が湧きました。ちなみに昔僕は子供の時は、盲腸はだいたい1週間入院するというような流れではありましたが、それも現在の医療ではどうなっているのか気になるところではあります。お昼の12時半にですね、ご自身の部屋から手術室に向かわれました。手術の時間がおよそ1時間で、その後の無菌室でだいたい待機が2時間で、終わって戻ってこられたのがちょうど4時ぐらいでしたので、比較的短い時間で手術が終わったと思いました。しかも今の医療ではですね、昔のようにざっくり切ったりするのではなく、穴を開けて内視鏡で、取る方法が取り入れられているということです。その写真がこちらです。3箇所穴を開けて手術をされていました。ちなみにこのサミティベート病院は駐在で勤務されている方が行くような高級私立病院です。今回利用された部屋です。もちろん個室、日本のテレビも全局見れていました。それではですね、気になる請求書が来ました。下の数字から順番に見ていこうと思います。はい、結構24万3010バーツ。日本円でですね、約85万円もしました。今回本当に思ったんですが、保険、もちろん一番大事です。それと、やっぱりですね、健康、気をつけないといけないと思いました。それではですね、そろそろ僕ももう一回ダイエットしようと思ってます。はい。看護婦さんもすごい親切でした。それではご視聴ありがとうございました。皆さん、体にだけは気をつけましょう。今回ですね、盲腸ということで入院されたんですが、実質2泊3日で、退院できました。実際ですね、病気ということで飛行機を止めてしまった場合でも保証金が発生するということを聞いてますので、それを考えるとゾッとしたということです。ちなみに余談ですが、サミティベート病院は最後のお会計集計するのに結構時間かかるみたいです。今回もだいたい 2,3 時間かかりました。補足情報でした。それではご視聴ありがとうございました。僕もそうですが、皆さん体には十分気をつけましょう。